チャオ、あっちゃんです。よくね、あっちゃん言われるのが、どうしてそんなに若いんですかって、どうしてそんなに肌ツヤがいいんですかって、でどうしてそんなに可愛いんですか。それは言われへん。はい。はい、ということで、時々ね、いや結構頻繁にね、どうしてそんなに若いのとか、肌ツヤいいねとかね、なんての、体がね、シワとかそんなないねとか、顔はあるけど、ってよく言われんねんけどもね、お答えしましょう。はい。それは、あっちゃんはアンドロイドだからです。嘘です。はい。これね、ほんまかどうか知らんねんけども、あっちゃんは永遠の13歳です。はい。永遠の13歳っていうことは、13歳の肌ツヤ、13歳の、ボディ、ケアしなくてもボディ、13歳の、若々しさっていうのはどっから来るのかっていうと、脳みそがね、体を騙しよる、ね、で脳みそが体を騙して新陳代謝を良くして、ね、若々しくなるらしいんです。はい。で何歳でもいいや、自分の年齢より若い気持ちを持った人、逆に自分の年齢より老けた年齢の気持ちを持った人、年相応の気持ちを持ってる人、ね、でいろいろね、こう統計を取ると若々しく、なんていうのかな、年より若く見られる人っていうのは自分の精神年齢を若く考えている人が多いらしくて、言ってみたら永遠の20歳、永遠の20歳、永遠の20代、で永遠の10代って思って、ね、思うだけじゃなく、バカやる。ほんまその頃の、子供って天真爛漫で好き勝手やる。好きなお洋服を着る。面白い時には笑う。嫌なことは嫌。楽しい時は楽しいって言える生き方をしている人は若々しいらしいね。で、やっぱり、もう年相応やし落ち着かなあかんねんとか言ってる人は年以上に老けて見えちゃう。特にこれ女性に多いねんけども、ある程度年配になってきたらね、おばあちゃんとかおばあちゃんぐらいになってきたら年相応の服を着ないといけない。いやそんなピンクやらチャラチャラした赤やら着られへんわ私らって、もうこんなおばあちゃんになったらベージュとか茶色着やなあかんねんって、黒系着やなあかんねん、もうおばあちゃんそんな着てられへんわって、若い子ちゃうねんしって言うてるおばあちゃん老けてます。でやっぱりおばちゃんであっても、もうピンクハウス着たりロリータ着たり、ね、こんな服着たりこんな服着たおばちゃんたまに見かけます。やっぱり若く見える。あっちゃんの知り合いで70ぐらいのおばちゃんやねんけども、こんな服着とるおばちゃんがおんねん。こんなんちゃうで、こんなんちゃうで、こんな服を着とるおばちゃんがおんねん。普段着でこんな服やったらまだ着れんことないねん、おばちゃんでもね。でもね、そのおばちゃんね、確かにね、もう70代ねんけども、でもね50代60代ぐらいに見える、まあまあね10代には見えへんけども、やっぱりそれぐらいに見える。年より若く見える。で喋り方も可愛いね。いやあっちゃんいつも、いや久しぶり、あっちゃんいつも可愛いな言うてくれんねん。そのおばちゃん喋り方そんな感じでおっとりしてね、な優しい喋り方するおばちゃんやけど、こんな服着たんだけどね、そのおばちゃんはすごく若く見える、でやっぱりね、あっちゃんより年下の言ってた後輩、じゃあ13歳やそんな後輩やねんけどもね、年相の格好してね、久々に見たらね、まっちゃんより人でだいぶ下、何個下かな、うち妹よりちょっと上やからね、7個6個か7個ぐらい下の子やねんけども、子って言ってもいいぐらいの子やねんけど、なんか知らんけど老けた服着んねんけど、ライヤー連れておばちゃんなっとってん、この前おったら。やっぱりそういうところもあるんちゃうかなと思うねんね。だから年相応の服を着るっていうのは、それはそうかもわからへん、世間一般の常識で言ったらそうかもわからへん。そうじゃなく、頭を騙す、自分を騙す、自分の肌ツヤを騙すと思って若々しい格好して、若々しいことをすればいい。ピクニック行ってキャピ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 して、遊園地でキャー騒いで、プールでもうね、ビキニ着て、もう垂れた体出すのいらんねん、言うとらんとビキニ着て、ギャー言うて、スライダーギャー滑っとったおばちゃんも若い。やっぱりね、美魔女って言われてる人は、やることなすこと若い。
もちろん年相応の格好って言ってもやっぱり安室ちゃんみたいなシュッとしたかっこええ服着てるやん、おばちゃんやけど、あっちゃんと同じぐらいの同年代やけど、安室ちゃんってあっちゃんにまだねちょっと下やんか、40ぐらいかな今、そんなぐらいやね、あっちゃん13歳やけど、まあそうやってね、あっちゃんに年下でもシュッとした40代の服じゃない、かっこいい。確かにね、この前買ってきた本がね、ちょっとかっこいいなーって言うとって、あっこや、インレッド乗ってる服なんかシュッとしてるけども、確かに年相応って言ったらそうかもわからんけど、シュッとしてかっこいい。それは何かって言ったら心の中に、まあ40代の人でも、私は40代は思ってへんねん、35ぐらいかなとでいいねん、年サバ読んでいいねん、それぐらい若く感じてたら肌ツヤも若くなる。逆にもうこう、もう年相応やもん、私も40やもん、40やからあかんわ、50やからあかんわ、60やからあかんわなんて思っとったら、おばちゃんおばあちゃんになっていきます。はい、で、頭の中が若いとやっぱりいろんなところに出てくる、やっぱ肌ツヤにしても、することなすことにしても、こういうファッションにしてもね、若い、こんなん10代しか着やへん服やもちろん、でもそれをあえてあっちゃんの年で着る、頭の中は13歳、それでいいねん、そうやることによって若さを保てるんやと思うね。だからあっちゃんこれね、4年ぐらい前からこういうおバカな格好してる。でも去年は1年間ちょっといろいろあってね、一昨年去年ぐらいかな、ちょっといろいろあって、こういうの封印じゃないけど着る機会も減ってきて、で言ってみたら、まあ年相応っていうか、もう普段着、着飾らない服を着てきたら、自分で見てもなんかやつれてきた、なんか劣化したなって思うようになってきた。で今年入ってから、ではダメだなって、またこれ復活さそう思って、こんなまたこれ買ったりね、で福袋買ったりね、でこっちもせね買ったりね、で部屋着もできるだけ可愛い格好しよう、で髪型もこんなことしてね、ちょっと可愛い髪型してみようとか、ちょっと何か可愛く年よりも若いことしよう、いや13歳でいいよ、はい、っていう考え方してたらね、ここちょっとね、自分で鏡に見たり動画見ててもね、まあ劣化は戻らへんけども、ちょっとね、去年一昨年のことを思ったら、またちょっとまたふっくらしてもあるけども、戻ってきてるかなって、まあ年より若く見られてるんちゃうんかなって自分で思ってるね、だから年相応の格好とか、年より上かっこよく、まあ若い頃はね、子供に見られるのが嫌やからって背伸びして大人びた格好するっていう子もかっこよくていいと思うね。でもある程度の年になってきて、もうね、言い方悪いけどもね、若さでチヤホヤされてきた年代を過ぎると、今度逆にしっとりするんじゃなく、若さに戻らないといけんとあっちゃん思うね、はい、そういうすることによって若さを保てるキープで、あっちゃんが若くいられる秘訣って何ですかってよう聞かれて答えられへんかった。だってあっちゃん何もしてないし考えてなかった。今なら答えられます。永遠の13歳、バカげた若い年齢で頭を洗脳して、子供に戻りましょう。それが若さを保つ秘訣です。はい、なんでか、これ薄々気づいてたし、気づいててんけど、そんな自分若々しいってなんて言えへんしね、自分が若いなんて言われへんし、口が裂けてもね言ったけど、はい、で、これをね、昨日ね、偶然たどり着いたというか、おすすめに出てきた動画で言ってたん、三輪明宏さんが言っててんけど、三輪明宏さんもね、ヘアサロン行ったりエステ行ったりするときに、どうして三輪さん何歳なんですかとか、三輪さんも70ぐらいにて、どうしてそんなに若いんですかって言われて、それはねっつって、もういらんとこないしゃんとこ心が若いからなのよっつって言って精神年齢が若いからなのよっつって何言ってた、やっぱりね、精神年齢を若く保つことによって体もそういう若さを保ってくれるんやって。それが人間の体であって、だから年いったことを考えても、年相応、まあ、この年やからこうしないといけないとは年いってくる。だからおっさんでもそうやねん。やっぱりね、なんていうのかな、若社長とか若い経営者って言われてきた人、20代30代で起業したり、親から代譲ってもらったりして代表してきた人だってよく会うねんね。あっちゃんその代表した場所ばっかりして集まったりしたりとか、そういうトップと会うねんけども、ある程度苦労してきてね、2代目さんで お父さんが亡くなるまで、お父さんが70、80まで現役やって、でもう40、50
60になって代譲られた人はおっさんやねん、社長やけど。まあかっこええで、もちろん。でもそれだけじゃなくね、それまで来た過程っていうのが一生懸命がむしゃらに頑張ってきたから自分を磨くことを忘れてんねんね。でも20代30代でね、社長になって上り詰めた人っていうのは余裕があるのよ、お金も時間もね。なら事務行ったりで、ちょっと生きてレオンとかいう本読んで、ね、パンチェッタ・ジローラモみたいなね、ちょっとちょいわる親父に憧れてね、まだ20代やのに親父って言われたい言うて、ちょっとおっさんみたいな格好して、ちょっとイタリアン紳士、紳士は、ね、イタリアのね、ちょっと着崩すような格好して、格好つけて、社長になって俺はベンツみたいな乗らへんねん、社長になったら俺はマセラティ乗んねん、もう夢はマセラティやねん、マセラティ、バケラッタじゃん、そこ、そこ手、通ちっちゃいのつけるなって、マセラティってさらっと言ってよ、ね。で、フェラーリは違う、かっこよすぎる。そうじゃなく、そんなチャラチャラすんじゃって、俺はマセラティに乗りたい、ね。ベンツ乗ったおっさんなんで、言ってる人は、もう今その人たちは40、50、60になってます。ね。やっぱりいい時代に社長になってるから、やっぱり今見る60代の、そういう若い頃から、ね、自分の頭ん中まだバブルで、頭ん中がまだ20代やねんけど、もう60代になったおっさん、バブル崩壊してからでも30年40年80年90年として、0年2000年いや20年か20年経ってるから、その頃に30代の人はもう50、60ぐらいになってるやんか、うん、それぐらいの人っていうのはね、やっぱり未だに若々しい、うん、でもやっぱりそこで、リーマンショックとかなんだかね、落ちてしまって、もうそう磨くことを忘れた。あの時かっこよかったのに、おじなっとるやんみたいな。やっぱいてる。男も女も関係なしにね、精神年齢若い人は若いです。はい。これ三輪さんも言ってたけど、あっちゃんもそう思った。それは気づいた。うん。だから、やっぱりね、アホは年いかへんって言うけど、その通りやねん。アホになれる。やっぱりね、ええ大人がね、永遠の13歳、ちゃう、永遠の13歳なーすって言ってる、アホやん、はっきり言って。でも、アホになりきれることによって、体も頭もね、全身バカに、バカになれんのよ。騙されんねん。騙されて自分若いんちゃうかと思って、若い、なんていうの、なんていうの、若いホルモンを出してくれるんだよ。ね、だから、セクシーなお姉様。あっちゃんから言ったらセクシーなお姉様やったら、やっぱり20代、半ばから後半30代ぐらいがセクシーなお姉様っていうイメージやねんね。まあ、ちっちゃい頃からのイメージでね。で、やっぱりもうね、ごめんね、あっちゃんの視聴者さん、一番年齢層が多い、年代が多い人たち、30代半ばから40代、50代、おばはんやねんね。っていうイメージやねんね。でもやっぱり実際にそうやねん。30半ばぐらいから結婚して、ね、お母になってもうて、女を忘れてお母になってもうて、で、お母が、やっぱりその磨くことを忘れるだけじゃなく、楽しむことを忘れる。子育てしないといけない。旦那はなんか稼ぎが悪いし、旦那帰ってきた酒ばっかり飲みよるし、キーキーキーって言って、もうこんなんたまらんわ言って、だから言って、もうそのストレス旦那にも言われへん、子供の前でも言われへん、キーキー、インターネットでクソー言ってアンチコメント書いとるようなおばはん、キーやっとるおばはん、みんなおばはんだと見た目言っちゃ悪いけど、そんな感じがする。そんな人が多い。だいたいやっぱりね、そういうキーキー言ってる人もいてる。やっぱり PTA とかね、ママ友なんかでも一緒にこう、一緒にコーヒー飲んだりする人も、裏で愚痴言うねん、愚痴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 言ってるんやけども、もうなんていうの、下腹出て、言っちゃ悪いけど、見た目、醜いおばはんやな、みたいな、ごめんね、言い方悪いけど、になってる人が多い。でもやっぱりそういうね、あっちゃん一緒にコーヒー飲みに行かへんとか言って誘われて、シュッとした人もいてね。で、シュッとした人は、やっぱりそれでコーヒー飲んでもね、うん、どこどこのね、ワンピかわいいよねって、あっちゃんこんな似合うんちゃうんとか、なんでそんな情報知ってコスメこんなした方がいい、これ今私使ってんの、こんなん使ってんのとか言ってくれると、あっちゃんはさっぱりわかりません、その辺は。でもやっぱりいろんなことに興味があって、若さを保つ秘訣っていうのを持ってる。やっぱ頭の中が若いねんね。で、子供のやっぱ運動会とかの時に、親みんなでセーラー服で行ったのかとか言って、そんなアホみたいなこと言う人もいてた。その人は若い。で、ね、ライブ行って、いやーってはっちゃける人もいて、そんな人もいてたりね。やっぱり運動会でも、子供の運動会をものすごい応援する人がいてね、キャーって騒いで、まあ、精神年齢ね、やっぱりあっちゃんのぐらい年代になってたら、そこまでせん、やっぱりこうしっとりしてくるけど、そこまでね、子供と同じレベルで応援できるって、すごい若いと思うね、精神年齢。やっぱり見た目若いです、そういう人は。
うん、でもやっぱりね、愚痴言うたり、もうなんていうのかな、会社の愚痴を言ったりとか、もう世間の愚痴を言ったりとか、ガチャガチャ言うなとは言わへんで、たまにはええで。でも毎日毎日愚痴、もう口開いたら愚痴言う人ね、もうそんな人は老ける。あちゃんそう思う。だから老けたくない人、やっぱり見た目よりは取り戻せます。うん、肌ツヤも、全部取り戻せます。だってあっちゃんがもっと劣化してたもん。自分で見てもひどいなって、なんかもうこれお化けやん自分って思って、もう YouTube 引退するかなって、人にさらせる顔じゃないよねって。ここで一回引退して、今まであっちゃんねる、ここまでまあね、ある程度まで稼げるとこまで持ってきてやったら、そのノウハウ使ってバーチャル YouTuber になったろうかなと思って。バーチャル YouTuber で顔出さんでええし、ね、まあ声だけで喋るだけでいけるから、バーチャル YouTuber になったらもう顔出すの恥ずかしいわって思った時期もあった。でも今やったらまだ笑顔いけてるでしょ。20代、嘘、ごめん言い過ぎ、ね、まあ年より若く見えるでしょ、うん、だからね、もうね、またこの復活したやん、4年ぐらい前につけてたカチューシャを、こんなん着るよ、若く見えるでしょ。なんかさ、オーバー離れろ。ああ見えた、うん、そんなんと一緒で、やっぱりね、バカなことしたらいい。でもこんなんでもかけて平気、あっちゃんこんなんもかけて人前に出るのは恥ずかしかったね。恥ずかしいっていうのはある程度大人になってくる。子供の頃はアホみたいな、ハゲヅラかぶって鼻水ずるん垂らした絵描いてさ、ね、ね、そんなことしてみんな笑わしたり、アホなことしてたやん、小学校のことせえへんだから、それあっちゃんぐらいか、もう人を笑わすためには体張るよっていうぐらいのね、子供やったよね。そういう気持ちをね、忘れたらあかんってあっちゃん思うね。三輪さんの言った通り、うん、やっぱり精神年齢が若いとやっぱり見た目も若くなります。見た目の若さを、アンチエイジングを一生懸命お金かけて、一生懸命エステ行って体、顔磨いてる人、もちろんエステもいいです。でも精神年齢を下げてください。で、もう自分は永遠の13歳やと思ったら固定、永遠の13歳でいてください。いや、そこまで言わへん、永遠の20歳でいい。自分が一番輝いてた年、マイナス1、2歳にターゲット持っていって、で精神年齢だから20歳ぐらいが抱えてたやったら、その20歳の自分になりたいなって思った、青かった、ういういしかった自分の精神年齢に戻してみて、それ1年2年やってみて、肌ツヤ綺麗になります。うん、あっちゃんそう思う。だからあっちゃんも取り戻します、永遠の13歳だからね。もっともっとバカなことします。現実に引き戻すコメント書いてる人、うん、今日もおったね、アホみたいなコメントね、うん、そんな人は老けてるでしょ。老けたくない人、精神年齢落として自分を騙してみてください。して自分騙して若くなるんやったら騙してもいいんよ。だから、精神年齢を若く保つことで、若々しい、ね、若さを保つ秘訣、これあっちゃんこれからみんなに言っていきます。はい、やっと確信できたし言えるようになった、うん、それは三輪さんが同じ考え方やっていうので賛同してくれる人がおったっていうのもあるし、やっぱり自分の中で劣化してきた自分からちょっと戻ってきた自分っていうのもね感じてる、うん、その中で自分が何をしたんかって言ったら永遠の13歳を取り戻したからなんね、うん、だからもう老けた格好しません。やっぱり年相応の格好たまにするけど、かっこええし、あの格好でもあれ年相応じゃないよね、まだもうちょっと若いよね、30代40代のお母様よね、うん、あっちゃんまだ40代やけど、違う、13歳やけど、はい、13歳のこんな格好でキャピキャピしたあっちゃんでこれからも行きます。はい、ということで、みんなもね、そんな感じで若さを取り戻したい、若さをキープしたいっていう人は精神年齢下げてみてください。はい、ということで今日のあっちゃんの、若さを保つ秘訣の話、よかったよって思ってくれたら高評価を、で、賛否両論意見、ね、そんなことあるかい、私は永遠の自分の年齢ぐらいの年相の格好しとったで若々しいんじゃっていう人もコメントください。はい。ね、反論意見嫌いじゃないです。はい、でチャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね。ほんま、騙されたことやってみて、若さ取り戻せるよ。